仮面ライダーギーツ浮世エースを語ろう。どうもゆちゃまです。今現在も放送されている仮面ライダーギーツの主人公浮世エースですね。久しぶりの俺様系キャラって感じですよね。スター・オブ・ザ・スターズ・オブ・ザ・スターズっていうね、肩書きがもうね、もうややこしい。とんでもないほどのスターですよ。でもスターって今のこう日本の芸能界でいうところのどういうポジションなんだろうなって思ったんですけど、ハリウッドの俳優さん的なチヤホヤのされ方ですよね。だからなんか叶えられたのが世界スターになるっていう、世界スターになっている世界みたいな感じなんで、ちょっとイメージしにくい規格外の感じがしますよね。本当に街簡単に歩けないですよね。最初浮世エースの印象としてはちょっととっつきにくいキャラクターだなって思ったんですよ。でも回を追うごとにこうストーリーを見ていけば、なんか浮世エースの人間らしさみたいなのが出てきましたよね。なんだかんだ理由をつけて周りを助けてくれたりするのが優しい男だなって思います。お母さんを探しているっていう設定もいいですよね。おそらくデザイアグランプリの大きな核としてお母さん、みつめさん関わってるんですかね。生きてるかどうかも怪しいところですけど、本編中に会えるといいですよね。だんだんギーツのストーリーも大きく動き出しているので、これからも目が離せないです。ゆうちゃま、これからも語っていきます。バイバイ。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。